大宮アルディジャペントス対三菱重工浦和レッズレディースの一戦です。埼玉ダービー、まずは前半の5分です。直本のクロスからヘッドで反応。直本選手の正確なクロスから安藤選手のフリーでいるとこうやって決めてくるなというふうに素晴らしいゴールだったです。ゴールでした、はい、そして11分、大宮源馬の右足のミドルシュートでした。こういった一つ一つのシュートの意識だったりシュートが、まあ、大宮の攻撃、これからの攻撃につながっていきましたよね。はい、そして後半です。49分、安藤、この乗松聖蘭ですが最後は直本でした。これ安藤選手のドリブルスルスルといってシュートまで持っていけなかったんですけど、そのこぼれをこの直本選手がね、この難しいショートバウンドでボレー、技術の高い素晴らしいゴールでした、はい、そしてここは高橋飛び込んでいったんですが、ここはどうでしたか。もうあと触ればゴールっていう惜しいシーンでしたよね。決定機でした。82分浦和です。島田、そこから菅沢でした。これ菅沢選手言ってましたけれども、島田選手が粘って流してくれたので決めるだけだったって言ってました。はい、落ち着いてコースを狙った素晴らしいゴールでした、はい。87分変わって入った遠藤です。これは24番、島田選手がまたいい粘りからのまずは決めてくれというパスを決めた遠藤選手、素晴らしいゴールでした、はい、そして大宮サドラーのヘディングシュート。これすごい難しい、後ろから来るボールを浮き球をね、はい、ヘディングで合わせるっていうのは非常に難しいんですけれども、まあ、この得点が大宮にすごいパワーをもたらしてくれたというか、この次につながるゴールだったと思います。2021-22ヨギボーウィーリーグ第4節、大宮対浦和は4対1で浦和が勝ちました。